それでは今日も動画を撮っていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んで、その内容を皆さんにご紹介をしています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他にも、えー、心理学の本であったりとか、英語学習についての本なんかをご紹介することが多いです。で、これまでに約2年弱で400冊以上の本をご紹介してきてるんですけれども、 チャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧いただければと思います。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますのでよければお使いください。で今日はですね あの普段の、えーまあ、読んだ本のご紹介ではなくて少し昨日あのフリートークでもお話をしたんですけれども、えーまあ、過去に読んだ本の中でですねどの本が面白かったのかということを、まあ、ランキング形式というか、えーまあ、ちょっと抜粋をしてご紹介したいというふうに思ってます。でとはいえですねあの今言ったようにこれまでに400冊以上の本を読んでご紹介をしてきてますので、まあ、その中から例えばトップ3を決めろとかトップ5を決めろと言ってもですねなかなか決めきらないということがあってえっ、ー、と ちょっとまあ今回、えーと、第1回でご紹介した動画から第20回まででご紹介している動画の、まあ、20本の中から、ですね面白かった、まあ、特に面白かった本の5冊っていうのを今日ご紹介できればなというふうふに思っています。 で、えー、まあ、早速、えー、内容に移っていくんですけれどもまずは、えー、この本ですね、えー、と第3回でご紹介しているブルルーーオーシャン戦略というタイトルの本になりますでこの本はですね、えー、とまあタイトルにもあるんですけれどもまあ、まずブルーオーシャンというものを定義してましてそれは何かというと,、えー、とまああの競合がたくさんひしめき合っているようなレッドオーシャンと呼ばれるような領域ではなくて、まあ、自社が、えー、とその優位性を発揮して、えー まあそのビジネスをうまく進めやすい領域ですね。まあそういった領域をフルオーシャンと言ってます。でそこに、えー、まあ、入っていくためにはどういった戦略が必要なのかということをま説明した本になります。でえっ、ー、とこの本の中でまあと非常に面白かったのはその戦略を決めるときにですね戦略キャンバスと。 とといいうううものを作りままししょうということがまあ書かれてましたでそれどういうものかっていうと例えばまああの他社の、えー、製品がどんな特徴を持ってるのかっていうのを、えーまあ、例えば10個とか5個とか10個とか15個とかいろいろな要素に分解してビジネスモデルをまあ分析しますと例えば価格は高いのか安いのか、まあ、中ぐらいなのか品質は高いのか安いのかデリバリーは早いのか遅いのか、まあ、そういった、えーまあ、肝になってると思われる要素を書き出してですねでそれをまあグラフにしてみると。 でそれに対して自社はどういう位置づけにあるのかっていうことをまあ分析しますとでそれが非常に似通っている場合は基本的にレッドオーシャンになる確率が高いですとだからまあそれが似通らないような,似通らな,いような形でビジ,ネビジネスモデルを構築していくことによってまあ競合他社が入ってこないような、えー、まあブルーオーシャン領域でまあビジネスができますよということを言っていました でまあ、例えばこれまで、まあ、ワインっていうのは高くて、えー、品のあるお店で楽しむものと思われていたところをあえてもうその部分には注目せずに、えーまあ、どこでも手に入るとか気軽に飲めるとか親しみの持ってるラベリングとかですね、まあ、そういった別の要素を、えーまあ、競合との差別化のために持ち込むことによって、えーまあ、また違ったブルーオーシャンのマーケットを作った例とか、まあ、そういった例が書いてあったと思います。 まあ非常に面白かったです。はい、で次2冊目は、えー、と第4回でご紹介をしている DUO3.0 というタイトルの本になります。でこれは本というかですね、あの英語学習の、まあ、単語帳ですね。でこれはあの実際私が使っている、まあ、使っていた単語帳になるんですけれども、えーとまあ、この著者の方々がですね、えーまああのー 試験であったりとか日曜会話の中でまあよく出てくる単語っていうのをまあ厳選してかつそれが文章になるように構築されている本になります。で例えば えー、あちょっと今例えばですぐ出てこなさそうなんですけれども、えーまあ、ある単語 ABCDE っていうのが、まあ、品質だとするとその ABCDE っていうのを使って何とか無理くりですね一文作ってしまうということですね。でそうすると何がいいかというと,、えー、とその一つの文章を覚えるだけで、えー、我々学習者にとってはその A から E までの単語を全ていっぺんに覚えられると。 でそして、えー、今「無理やり」っていうふうに言いましたけれどもそれがなるべくナチュラルに、えー、配置されるようにこの本の中全体として考えられてますのであのむちゃくちゃ変な文章ではないんですよね、まあ、少しどういうシチュエーションかなって考えるような、まあ、文章は出てくるんですけれどもそれでも文章として全く成立していて、えー、自然に覚えられると。 でかつ単語が、えーまあ、その A から E まで、えー、覚えられるし、えー、記憶の負担というのも小さいと、まあ、そういった工夫がなされている英単語帳です。であの、まあ、比較的有名な本なので英語を学習されている方はあのよくご存知かもしれませんけれどもあの、まあ、面白い本なんでぜひ興味があれば読んでみると面白いと思います。 はいでえっと、次3つ目は、えっと、第5回でご紹介をしている「行こうどこにもなかった方法で」というタイトルの本になります。でこれはですねそのバルミューダという会社、まあ、最近有名になってきている会社かと思うんですけれども、まあ、そういう会社の社長さんが書かれた本です寺尾さんという方ですね。で、えっとまあ、この方の,、まあ、あの経歴というか生、まあ、あい立ちですかね バルミューダっていう会社が、まあ、どのように立ち上がってきたかっていうところをまあ書いた本なんですけれどもあのこの本を読む前まではですね私自身あの、まあ、こあの家電とか作ってるんですけれども。あの えーまあ、そういうものはですね例えばパナソニックであったりとか、えー、例えば東芝とかですね、まあ、そういった有名メーカーじゃないと作れないんだというふうに思ってましたですがこのバルミューダーっていう会社は、えーとまあ、扇風機で多分有名になったんだと思うんですけども、えーまあ、あの風の当たり方がまあ非常に心地いいような扇風機っていうのを開発してでその羽の形状とかですねあの自社で本当に熱心に研究開発をして何度とか製品化にこぎつけたと。でまあ、あのその機能性 性と外観のの良さっってていうのが相まってですねあの大きいメーカーではないと思うんですけど今でもすごく大きいメーカーというわけじゃないと思いますけれども、えー、その社長,さん社長さんのやりたいこと熱意とかこだわりっていうのを詰め込んだ電化製品を、まあ、あの市場に提供することで、えー、まあこれまでの大手の、えー、まあメーカーさんが作ってこなかったようなユニークな製品っていうのを作ってると。 いうことですねでああのーまあそのまそ何よりその心意気っていうかですねその技術者としてのあのー、目指しているものの高さとか、えー、またその必ずできるんだと信じてやり抜く力とか、まあ、そういったところについてまあ非常に共感、えー、を覚えた本でした。はい、で4冊目は、えーと「技術力で勝る日本がなぜ事業で負けるのか」というタイトルになります。 ちょっとすみません、今、iPad で、あ今、きれいに見えてますね。はい、えー、そういうタイトルの本になります。でこの本はまあ主に特許について書かれている本なんですけれども、えーとまあ、この本を読んだ当時、ですね、私自身、特許についてまあ勉強がまだまだ不十分で、ですね、あの非常に感心した覚えがありますで、えーと。単に特許について書くだけではなくて、この本の中では3つ、まあ、重要な点があるというふうに言われていて、まず技術力。 あの本質的な価値を生み出す技術力そしてえそれをまああのマーケットの中で最大化する、まあ、利益を最大化するビジネスモデルそしてその次に、まあ、次というかあのその並びでえと特許のえまあハンドリングというかですね特許戦略っていうのがまあ重要なんですよということが言われてました。 でこの本を読むまではですねとにかく技術があればいいんじゃないかとかビジネスモデルがうまく、えー、描かれていればいいんじゃないかというふうに思ってたんですけどもあのいざ勉強してみるとですね特許っていうものはやはりその他者に対しての、まあ、排他性を持つような、えー、ものですから、えー、それをうまく使うことによって単純に他者を排斥するだけではなくて他者との協業を持ちかけたりとかまた、えーまあ、他者との協業を持ちかけたり だけではなくて例えば消費者に対して自社の優位性をアピールするような戦略を取ったりとか。 まああのいろいろな戦略があるんだなということを、まあ、改めて学ばせていただきましたでこれらはもちろんビジネスモデルとか、えー、技術と結びついているものなので、まあ、それをうまく連動させて、まあ、よりあの効果的に、えー、特許戦略を練っていく必要があるとでこのタイトルにつながるのは、まあ、だから日本企業っていうのはこれまで技術力っていうのは非常に良かったんだけれども、まあ、あのずっと昔からビジネスモデルの組み方が良くないということもまあ言われてきましたでさらに そのビジネスモデルと技術力っていうのを最大化するためにですね特許のビジネスモデルというか特許の使い方っていうのをの今一度最適化最大化する必要があるんじゃないかというところだったと思います。 はい、で、ちょっと長くなってますけれども最後5冊目の本の、えー、ご紹介です。で、これは、えー、と藤原和弘さんという、まあ、結構有名な方だと思うんですけどももともとリクルートで働かれてたのかなんでその後小学校の校長になられたというちょっと変わった経歴の方だったと思います。で、えー、と必ず食える1%の人になる方法ということで、えーまあ、あのこれから変化の大きい世の中の中で、えーとまあ、食える、まあ、つまり、まあ、あのお給料をいただいてお給料というか、まあ、お金をいただいて まあ、あの生活をやっていける人になるためには、まあ、どういうことが重要なのかということを説明してましたで、えっと、この本の中では、まあ、比較的あの簡単なこと例えばタバコを吸わないとかパチンコをやらないとかなんかそういった内容もあったと思うんですけれども私個人的に、まあ、あの頭に残ったのは、えー、100人に1人の人材になるまずな,なりなさいとでその次に別の分野で100人に1人の、えー、人間になりなさいとでさらに、えー、また別の分野で100人に1人の人材になりなさいと でそうすると,、えー、とその3つの分野がもしあの組み合わさってですね、まあ、お互いに補完し合うような関係で、えー、ポジションを取ることができれば、えーまあ、100人に1人100人に1人100人に1人なので100万人に1人の人材になれますというような説明がなされてましたこれは非常に面白い考え方だなと思って今でも覚えてるんですけれども。えー まあ100万人に1人というとですね例えば今、えー、おそらく 2, 2年前ぐらいに生まれた子どもの数っていうのが100万人切ってたと思いますので、まあ、だいたい同い年の中で1人というような、まあ、レアリティになります。で、えっと、まあ 100人に1人って今簡単に言いましたけれどももしそれが難しいようであれば例えば10人に1人、まあ、上位10%ぐらいの、えー、レベルにある、えー、例えば特技とか仕事ぶりっていうのを持っていくっていうのはそんなに難しくないと思いますでその10人に1人10人に1人10人に1人っていうのを例えば3ジャンルで組み合わせて、えー、ポジションが取れればあの同じ計算ですけれども0.1%になれると、まあ、こういった考え方でですね、まあ、これからは例えば営業と、えー、経理と 広報とかですね、えー、ともちろんそれらがあの全く独立してしまうとあの今の掛け算成立しないのであ,のあるところで領域がクロスオーバーしてる必要はあるんですけれども、まあ、そういった考え方で自分の価値っていうのを高めていくことによって、まあ、これからも食べていけるような貴重な人材になりますよということが説明されていたと思います。 はい、えー、今日は以上になりますちょっと思ったよりですね、えー、と5本あの5冊ご紹介すると結構長くなってしまうということが分かったので、まあ、ちょっとあの皆さんのリアクションとかですねあの見ていただいてる、まあ、あの主張の長さとかですねその辺をまあちょっと見させていただきながら少しやり方っていうのは、えーまあ、修正していきながらやっていければなというふうに思っていますはい、えー、とここまで見ていただいた方あの長い動画ありがとうございましたよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします失礼します